マリサー。マリサー。これ見てよー。あのこれ、ついに岸田政権崩壊なんですか？まあすでに崩壊してるような気もするけどな。しちゃうんですか？政権交代。というわけでかなりの勘違いをテレビや報道にも含んでいるので、早速解説していくんだぜ。さて、というわけでこの岸田さん解散についてだな。そう。自民党解散ってついに岸田総理辞めるの？んなわけねえだろうがバカ野郎。仮に辞めてたらマジで騒然とするわ。でも実際に騒然としてない？いや、あれは正直マスコミやメディアの書き方が悪いな。というわけで、記事の紹介なんだぜ。今回、岸田総理は派閥の資金問題で世間を賑わせてしまい、裏金の疑問や不信感を撤廃するために自分を支える一部の政治支援団体を解散したんだぜ。いやいや、なんかもう岸田解散とか自民党解散とか、そんなの絶対総理辞めるって勘違いするやつじゃん。ぶっちゃけ勘違いするように書いてる説はあるんだぜ。にしても裏金？問題って何したん？政治家って実質無限に裏金もらえる職業だと思ってたから今更なんだけど。なわけねえだろうがい、お前は政治家をなんだと思ってるんだ。まず、発端から話すと、今回の件はパーティー券キックバック事件とか自民党裏金問題とか言われてるんだぜ。そう、何？裏金ってパーティー券のメルカリ転売とかしたの？もともと政治家には古い慣習で冬は議員先生の持ち代、夏は、小売代などがあるんだが、何それずるい、初めて聞いたよ。なら私にはファミチキ代ちょうだいよ。まず、自民党や他の政党などでもやっぱりお金は大事なわけだ。まあ、さすがに明日の電気代どうしようとか考えてたら政治なんて無理だよね。そこで、政治家の皆さんは考えた、自分たちお偉い先生たちのパーティーを開いて、そのパーティーに参加できるパーティー券を売って政治資金を確保しよう。というのが今のパーティー券の始まりだな。そもそもまずそこまで議員のパーティーに価値があるの？若いアイドルとか芸人、可愛いモデルとかならわかるけど、おっさんだよ。まあ、言いたいことはわかる。だけどよく考えてみてくれ、政治に関わる人は法案を提出したり、蹴ったりすることができる力があるわけだが、やはり、いきなり事務所や帰宅時に押しかけて〇〇会社です仲良くなりましょう。どうだ？いや、普通にヤバいやつやん、通報します。だけど、パーティー券を買ってくれたら議員は売れた分だけ政治資金が潤う。なおかつ、企業や政治家と仲良くなりたい人たちは、縁を結べたり、これからの交友関係につながるってことで、お互いウィンウィンになれるってやつなんだぜ。まあ、言いたいことはわかったんだけどさ、そんな、政治家と関わりたいって思うかな？悲しいことに人間、見栄で生きている人はそこそこいるんだぜ。どういうこと？よく、〇〇さんとのツーショット、〇〇さん応援してますとか、〇〇さんと会いました、みたいなのを見るだろう？確かに。そういう人たちからすれば自分の人脈アピールにもなるんだぜ。でもさ、なんでそのパーティーでこんなに叩かれてるの？ましてや、支援派閥解散なんてこと？まあ、素直に言うと、脱税なんだぜ。いやいや、岸田さんが脱税したの？あくまでも自民党の一部ってことにはなってるぞ。え？脱税とパーティー券何が関係するの？すごい簡単な話で、収入の一部を資金報告書に出してなかったんだぜ。確かにそれは脱税だね。でもさ、一応頭ではダメってわかっててもそこは人間、さすがにちょっとぐらいは許されないの？ちょっとじゃない額になってたのと、収支報告抜け以外にも、たくさん売り上げ、つまりパー券をさばいた議員は、ノルマを超えた分を裏金という形でキックバックをされたみたいで、これは本来禁止されてるんだぜ。こういうこともあって警察もブチギレたんじゃないかなんだぜ。うわぁ、なんかこの岸田さんの支持率めっちゃ落ち気味で、これはやばそうね。実はこの問題自体は12月の終わりの話で、震災があったから少しうやむやになるんじゃないかとも言われてるな。ぐぬぬ。でもさぁ、岸田さんだけが自分の派閥を解散したの？こういうのってなんか他の党とかもつつかれそうだけど。そうだな、実際この件を岸田さんが発表したが、その時、各派閥はかなり大あらわになり、麻生氏に至っては激おこで、相談とか何もしてなく独断で岸田派が先んじて動いたみたいで。それも麻生さん激おこやん。そうだぞ、それでかなり語気を強めて岸田氏に。解散するって聞いたんだけど、おめえどうなってんだこれ。自分の派閥のことなので、自分で決断しました。
という激ヤバ展開なんだぜ。うわぁ。なんというか岸田さん殺されんじゃねえの？他にも他の政党のトップから事前の相談もなく決められて迷惑ですと回答があり、国民の支持率と同業者の支持率、両方失ったわけだな。え？でも国民の支持は上がるんじゃない？どうしてだ？え？だって裏金問題を一番早く正そうとしたんでしょ？まあ、そうだな。だけど、なかなか残酷なもので支持率はそこまで上がってはないんだぜ。なんというか、世知辛いね。どうしても国民に直接利益があるわけじゃないし、自分たちで蒔いた種なんだからって気持ちもあるだろうな。これってどうなの？どうとは？いわゆる一種の脱税なわけでしょ？逮捕されないの？これがまた政治家の闇っていうか、多分だけど見せしめに数名書類送検で不起訴か、起訴されて、それで警察のメンツを保って今まで通りじゃないかな。なんか、あれだね。私たち一般人は納税とか法律を守るけど、お上には法律は適用されないんだね。そうだな。だけど、政治家をフォローするわけではないが、今の政治家の生き方では新人の議員などは通常の給料などでは、やりくりが難しいのかもしれない。そう考えた時に編み出されたのかもな。余計なことを編み出しおって、でもあれだね、支援団体派閥は解消されても、政治家は今まで通り存在し続けて岸田さんは明日も明後日も増税メガネって、言われるんでしょ？そうだな。人がいる限り絶対派閥なんてできるじゃない？あんまし意味なくない？名前変えるだけじゃない。まあ、そうだろうな。一応これを受けて各派閥も改める流れにはなるが、やっぱり人と人のつながりだから人望が消えない限り、安倍派も岸田派も形が変わるだけじゃないかな。もう、絶対無理なんだろうけど国会議員とかの人たちはもっとお金になってほしいんだよ。最初は綺麗なんだろうけど身の丈というか生活水準は一度上げたら落とすのは、大変なんだ。だからもう、一度味を占めたら金銭感覚が、戻れないんだろうな。というわけで、とりあえず裏金問題についてはまた進展を待つ形になるんだぜ。今回ちょっと短めだね。というわけでこいつを見てほしいんだぜ。うわ出た。絶対に広告なんてつかなくなる話題じゃん。まあ、正直好きじゃないがこういうのも取り上げるのが私たちのチャンネルだからな。一応、前置きとして2019年に京都アニメーションを放火した事件だな。ひどかったよね。なんか日本の代表文化アニメが焼かれるの？って感じたよ。放火の結果36人を殺害して本人も火傷で瀕死になるも懸命な治療で蘇生。やっと回復して事情を聞くことができ今回裁判で一審の結果が出たんだぜ。でもその結果が死刑なんでしょ？そう。だな。一応裁判の内容としては被告の言い分は自分の小説を盗作されたことで、精神的に疾患があるかどうかなおかつそれが責任能力の有無に関わるか。だったが、一審は死刑判決弁護側は被告は妄想や幻聴に支配されていた。無罪、もしくは刑が軽減されるべきと主張していたが、裁判所側は完全責任能力を認めた上で、被害者らの悲しみや苦痛は言い表せない被告に真摯な反省は見られないとして、今回に至るみたいだな。どうしたんだぜ？いや、なんかかわいそうすぎて。青葉被告がか？いや、違わい。まず、お医者さんだよ。絶対こんなの頭の良くないお医者さんだったとしても、絶対にわかるじゃん。もうこれは死刑だなって。でも、死ぬというかこれから裁かれて殺される命を一生懸命、救わないといけないお医者さんの気持ちを考えるとね。それは、そうだな。今回、救命に当たった医師に何回も取材がされたらしいが一貫して、なんとか命を助けることで正しい方の裁きを受けさせたいとのことなんだぜ。いやー、それでもなんかもやるねー。あと、かわいそうで言うなら弁護士さんも仕事とはいえかわいそうなんだぜ。え？そうかな？なんか控訴するんでしょ？犯罪者をかばってるわけでしょ？本心はわからないが弁護士も人間だ。弁護士という職業の義務はあれど、弁護したくないようなものでも依頼者の味方をしなければならないのは、結構苦痛なんじゃないかなんだぜ。それはそうだね。でも死刑って言っても控訴するんでしょ？そうだな。じゃあ可能性としては無罪の可能性があるんだ。まあ、さすがに無罪方面でそこら辺うろつかれても困るけどな。ということで今回はこの辺なんだぜ。あっこのチャンネルではこんな感じで、政治の話から震災スキャンダルにそこら辺の根っこの話までいろいろな時事ネタを発信しているので、もし少しでも面白いなとか、
怒ったと思ってくれたら、本当にしゃあねえなーぐらいでいいので、いろいろポチってくれると私が喜んで次の動画が早かったり遅かったりします。それじゃあ、まったねー。